お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩寵。お守りしたいだけにございます。お主も竜院に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したか。満足しましたら帰ります。父上、生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流飲を手中にしようと思う。ですが。わかっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。御意。父の言葉に従い巫女を捨てる。それで良いのだな。はい、起きては絶対主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動も、これはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中にも同じものがいる。それを切らねばなりません。セキロよ、お主、愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。
さあ修羅に落ちる前に切ってやろう。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえあの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフ殿もこの国ごと食ろうてくれるわ。我武士右近在だ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。